ところの水を吹っ飛ばす。温めをしてるぞ。まあ、いっか。しょうがねえよ。まあ、いっか、まんま乾いたから。5分だけここに。乾くだろ。直接はまずい。
から何が言いたいかっていうと、とりあえず勉強はまあほどほどに、宿題とか やるやつはちゃんとまずやる。で、人の話をちゃんと聞く、姿勢は良くする、そういうことで言ってることは全部それ。人の話をちゃんと聞く、姿勢は正しくする。じゃあそれグリーンカードがもらえる、いいことをするとグリーンカードがもらえるって、そのいいことってのは何で、何やって言ったら、普通の小学生ができること、人の話をちゃんと聞く、先生の言うことをちゃんと聞くね、親を、先生まではいかないけど、一応俺も先生やってるから、あの若殿なんだのっていうのはおかしい話です。だからママが俺に対してバカだとかなんだっていうのは、それ勉強しないから、あの俺の怖さをすごさがわからない。俺はいろいろ経験してきて、勉強してれば、例えば勉強して一番学日本で一番超頭いい大学って東京大学、東大って。そこを出る人って大体全部もう知ってるんですよ。パパより知ってる。が勉強全部できる。英語も国語も英語も、算数を数学って、ね、社会とか理科、歴が全部技術、工学技術だ、図工だな、図工のもっと見えない技術過程とか。全部できる人、そういう人が1年間に、400人以上出ていくんだ。400人も出ていくの ?1 年だよ。2年だったら800とか、つまり10年間で4000。そういう人がいるにもかかわらず、社長でうまくいってる人っていうのは東大卒では少ない。なんでかっていうと、頭がいいからって仕事ができるわけじゃないんだよ。頭がいいから仕事ができると思ったら大間違い。でも頭が悪くて仕事ができるって言ったら、それも大間違い。何がいいかっていうと、社会性なのさ。で、昨日すごいママも言ったけど、いいことを見つけた。昨日バカみたいに水でびしゃびしゃになってた。すごいいいことをやってるなって気づいたの、社会性の中で。トーマはやって、カイトはやんなかった。トーマがやんなくて、カイトがやったことは、自分でやったことを覚えてる。なんだろう。水をあげる。ん？そのあと何したの？ポイジョギングした。そのあと？そうだ、ちょっとずつ、もうちょっとこう、次何した。わかんない。え、その次は、うん、細かくてよろつもりもいいよ。それも今生きるつもり、細かいところよく覚えるね。それパパに似てる。あとは？あとは？楽しかった。あの回ってある1234で字も読めるからでしょ。1234
にいて嫌だ嫌だって。トーが2年生の頃はどうなったかなって思うんだけど、すごいなって思う。一人で全部行ってきた。みんなお兄ちゃんお姉ちゃんとお父さんお母さん行ってきた。帰って全部一人で回ってたじゃん。これすごいよ、すごい。それ自分がそういうことできたんだっていうことを、自分はできるんだぞって思わなきゃダメ、うん。話聞いてる？何言ってる？何言ってる？社会性。社会性難しいことは覚えなくていい。だから昨日が全部自分で一人で回ってきたのはカイトがすごいんだよ。あの中で誰も子供で一人で全部回った人はいませんでした。パン屋さんに来てた時もいました。友達と来てる人は、あと勝手に持ってった人、ちゃんとでもこれにシールを押してもらってちゃんと並んで取ってきたでしょ。そういう人はね一人もいなかった。俺は多分結構見てたけど、パン屋ではパン屋で見てたけど、そういう人は一人もいなかった。うん、だから社会性っていうのはそういうことだから。人の中に入ってって、うん、やばいってなったのが俺。勉強ばっかりしてる。勉強ばっかりしてて遊んでないから、あれ、俺いっぱい人いるけど俺どうすればいいんだってなったら、ちょっと人が怖くなってくる。なんか怒られんじゃないか。で、カイトに結構小さい頃にだけど、イオンスーパーセンターで落とし物があった時に店員に届けてきた時に、カイトやだやだって言ったけど、でも行ってこいって言って、そしたら行ってきたのよ。それが大事。パパは高校生になってもそれができなかった。今でも覚えてるんだけど、そこから人を助けようって思ったんだけど、おばあちゃんが転んで車に頭ぶつけてしまった。あ、止まってるか、宇宙人。あ、おばあさん大丈夫ですかって。古い今だったら行くけど、高校生の時行きたいけど、なんか笑われんじゃねえかなとか、あ、なんで助けに行くかって思われんじゃねえかなとか、余計なことをずっと考えてるうちに、助けられないくなった。で、店入ってて、でも心配だから、遠くからこうやって見てはいたので、そしてタクシーに乗って行ったから、あ、大丈夫だったんだなって。そいつができなかったのはね、ずっとまだ高校生とか、ね、20年以上前の話、ずっとそれがね頭にね、昨日のことのように残ってる。昨日のことのように、昨日それをやってしまったじゃない。だからそういうことを俺の子供たちにはさせたくないと。とにかくすぐ何も考えないで動くことが大事だな。でも絶対いっぱい俺いろいろ助けてきてるけど、あんまりいいことないね。でも今が一番いいんだ。小野寺先生が今一番、おじいちゃんです。守られてやっとそういう風でやってきた。その前の人には本当に怒られた。それも怖かった。まあそれなりにもでもうまくやったけど、なの、はあ、今言うけどすげえ安い給料でとんでもねえ職でもやってたんだ。でも我慢したのさ。多分でもこれはカイトとトーマがいるからだな。カイトとトーマをいなければ俺仕事辞めような、関係ねえよ。でも俺は一応パパだし、先生もやってるけど家族がいるから、そこではい、いや仕事辞めるって言ってお金がなくなってしまったんでは、あんたたちに飯を食わせられないし、なんかそこでバーッと子供言うって素晴らしいんだなって思った。昔だったらもう辞めるっつってやるから。で、まあ、もうちょっとの先の話だけど、11月になるとパパは偉くなる。え、どうなるの？一番上になるの？うん、全然一番上。いや、今一番下。下？一番下。でも一
が働いてるかもしれないって小野寺先生に言われて、一番お金もらってる人が一番働いてないよ、何やってんの、社長にも言う、社長も言ってた、社長も俺も置いとわで、一番お金も 俺の倍ぐらいもらってる人、あの人より及川の方が使えるって、多分そこまで認められるようになるには すごい苦労したね。すごい失敗、俺失敗って言葉使いたくない、失敗ってのはこの世にないって何回も言ってる。なんで失敗ってこの世にないんだよ、なんで昔の話が切っちゃったんでしょ。今は今、うん、今同じことする今はないないでしょ。それ失敗って言わねえんだよ。なんて言わないんだよ。みんなは失敗って言うけど、その時はできなかったんだよ。今できれば失敗じゃないでしょ。今できなかったらそれ失敗って言わねえんだよ。失敗っていうのはカイトみたいに自転車に乗れないっていうのを頑張りもしないでもう乗れないって決めつけて、絶対にの本当に大人になるまで乗れない人のことを言う、うん、それがね失敗、その人は失敗、そうやって段ボールって来たけど今はもう大丈夫だよっていう人は、それは失敗じゃなくて、その時にその時はできなかったって、それ失敗じゃない、経験って持って、経験ってのはいろいろ試してみることが大事、まず最初は絶対うまくいかねえの、なんでうまくいかねえんだって考えて、その後できれば、それはただ単にその時できなかっただけ、その時にうまくいかなかっただけ、失敗ではない、だって今できんだから、今できんのになんで失敗って言わないよね、その時にできなかったっていう。だからいっぱい経験して、例えばもう俺もいろいろなことやってたのかな、いろんなこと壊してじいじがなんか言ってんじゃん、でもこうやって車こうやっていじったりさ、全部ライト直したりさ、このバッティングとりあえずもうグルーガンとかで直したりさ、いろいろ
ろんなことをやってきた。ダメなのは何もしてないこと。一番ダメなのは、お金を無駄にしちゃう。お金なんかもいいんだ、無駄にしちゃう。お金の無駄っていうのは、変なことに使ってたけど、パソコンとかさ。車だったら何回もぶっ壊してた。そうなの。だから今うまく運転できた。昔は何台ぐらいぶっ壊したの。いや、何台って別に。ぶっ壊さなくてもガーンってバーンってぶつけたりもするけど、ぶっ壊したのは3台かな。3台それ使えなくなったやつ。もう走れなくなった。そうなの。だから車ウィーンって引っ張るやつ上げて持ってて、レッカーって言ってた。それあれどうなったの。あるって書いてたの。誰がジジとかババとか呼んだりとか、ママ呼んだりとか、ママ呼んだりとか、一つだけ優しい人がいて、レッカーで乗せて、乗ってかねすかって言われた。自動車屋まで。で、いいんですかって言って、いい人って。で、本当はダメなんですけどって言って、でも、あんなとこにポツンと出されて、タクシーもやってんのかやってないときに、困りますよねって言われたから、どうしようかなと思ったんですっていうのは、ね、今、嫁って、ママのことを呼ぼうかなって思ったんですけどって言って、ほんとダメなんだよ。でも、バレねえのさ。バレるのは保険屋にバレっとまずいんだけど、証拠ないから。で、どうやって帰ったんですかって言った時に、奥さんに電話して迎えに来てもらいました、親に電話して迎えに来てもらいましたって言えば、それまで。俺が言うだけで。これそのレッカーに乗ってきましたって言ったら、ほらバカだから。そんな人いないでしょ。本当はダメなんですけどねって言って、優しい人にさ、レッカーに乗せてもらいましたって言って、その人裏切っていうのもんじゃん。そんなバカなことしないから。もしタクシーで帰ったらタクシー代とか出んのさ。やっぱタクシーだけど、まだいないから。だから そういう経験っていうのも、もう今じゃ言った悪い方向ではない。事故を何回か起こしてると、一回事故った時にパニックって何したらいいかわからない。カイトなんか、例えば車の出してダーンって言ったとか、どっかに、俺人には突っ込んだことないんだよ。人と車には。自分で操作ミスってバコーンって突っ込んだり。でのだから人に危害は加えてない。それだけは。人には人と車にもぶつかったことないし、人引いたこともないし、自分で食らっただけ。ひどいところでそんなスピード出さない。で、だから何回もそうやってると、もうまずちょっと落ち着けと。だからもう事故誤解がねえってんだけど、まずは警察に電話して今来てください、今で保険屋に電話して、じゃあレッカーで来てください。レッカーだいたい1時間以上かかる電話。そうなの。レッカー屋古川からとかかから1時間はいい。そこから連絡受けてから、大体どの辺ですかっていうのから、全部早く終わらせる。大体どこら辺ですかって言われるんだけど、もう今、携帯に2台持ってて、こっちで話してる時にこれで検索して、今、この辺にマップ、Google マップってあるじゃん。近くにこういうのがありますとか、住所はこれですとか、この辺りですってすぐ言えば、警察もすぐ来るんだよ。で、はい、自己処理して帰りますって。どうやって？はい、ここですね。はい、どうもって帰る。あの人たちで警察を呼ばないと大変なことになるんだよ。なんで？当て逃げとかつって、ぶつけて逃げてったことになると、とんでもない犯罪になったりするから。だって一応電柱じゃないや、どっか、ただ単にほら、その電柱とかああいう看板とかあるでしょ。あれをぶっ壊して傷つ
つけて逃げたら物損事故って言って警察に捕まっちゃうのよ。だからそれを警察が、ああここですねってこう確認して写真撮って書いていく、うん、でそれ今自己証明っていうのがあると保険屋に、はい、ここでこうしましたっていうのがあったんだけど、まあ犯罪にはねなんないように保険屋は動くんだけど、とんでもね保険屋がとんでもねめんどくせくなって高いお金もらわれたら、ここをやったんだねって言われて、それぞれ事故と後に取って警察にやってこうやって作ってもらうって言うんだけど、今ネットでやってるから全部自分で脱げるの。もしそこで警察呼ばなかったら後でそこにまた現場に行って写真撮ってそれを警察署に持ってってここなんですってで証明出してください。だから最初に警察呼ばない、その次に保険やっとかってね、もうパッパッパッって出てきちゃう。だから失敗、俺もそれも失敗だった、事故ってんの。でも今すぐできるからそれ失敗だってねえじゃん。その時は何をしたらいいか分からなかった。今そこで事故、この間そこで事故ってたけど、まだ早く警察呼んで、保険を呼んでって、で事故も多いから交通言ってこっちどうぞって、こっちどうぞって俺30分以上やった。でそのあと三角形のあのこういう光るやつなんだけど、安いやつでボロボロのやつ持ってたんだけど、それ置いてきたんですよ。他に事故ってる時に今事故ってますよって例えば夕方だと日がこうあっちが眩しいからその先に事故車があってドーンって突っ込んだら最悪でしょ。二次災害って言うの。これ二次災害って、まず一次災害っていうのはその事故った、事故りました、車同士が事故りました、ただ道路のど真ん中に車が止まってしまったために、後ろのこう走ってきた車が分かんないでその車にまだ突っ込んでしまいました。つまり2回目の事故ってことだよ。2回事故が起きてしまったら最悪でしょ。危ないから俺はそのこの車の後ろの方にこう三角形のやつを置いとけば、ああなんかあんだなっつってブレーキ踏んで置いてきた。だいたい 50m 後ろに置けたから、あ一般道だとその半分だから、まあ 30m、 町は信号の近くだったそれが4、まあ、500円ぐらいなのかな、安いやつで、まあ、まあいいやっておいでで、で危なかったから こっちの交通量って信号の近くだったで、あこっちいいよってやって、で次こっちどうぞっていいなこれやって、はい警察来いよってで、やっと警察がトコトコ歩いてきたから、あと任せっからなっつって俺帰ってきて、ブラーンって帰ってきて、トコトコって歩いてきたの。うん、それやろ、あと任せっからなって言って帰ってきた、うん、ありがとうございました。でその三角形のやつはどっか先になくなって帰ってこねえよ。なんで俺置いてきたもんだって、あ持って帰っからなって言ったら、ほらまあ警察も行くからいいけどいいなと思ったけど、まあ古いしだから新しいパターンを書いて、この EU 規格適合品、前のは規格適合してないやつだから、ヨーロッパで使うと俺は使ってないよって言われちゃうやつ。これちゃんとしっかりしたんだけど、これも安く結構安く7円くらいだから、まあ物は新しいですね、人の言うことを知らないかな。いいことすること、人を助けること、うん、一番大事だと思うよ。だって自分がね、それこそ突っ転んで誰が助けに来なかったら嫌だし、助けに誰が来てくれたらありがとうございますってすごい助かるでしょ。あの例えばどっか転んで痛いだけじゃなくて、痛いって思ったプラス助けてくれに来てくれたっていう安心がする。それこそ心の助けにもなる。心が一番大事なの。心が何度いっぱい動けでも俺もなってけど、うつ病になったりするのがダメ。私助けられたもんな。そういう人には感謝してありがとうって言うと、その人もあ助けてよかったなって思う人。ゆうくんに助けられた。
前ではあそこで俺やったにもかかわらずみんなからありがとうも何も言われなかったから、うん、こういう変な人もいいんだなって。じじいとは